物モいがあるは、アメリカ合衆国の競争馬。主な勝ち倉は2018年のブリーダーズカップディス、タフ、ケンタッキーオークス、エーコーンステークス、CCA オークス、アッシュランドステークス、2020年のラトロアンドステークス、ブリーダーズカップディスタフ。2016年のキーンランドイヤリングセールに上場され、決闘面では目立たない存在であったものの、 その落ち着いた気象と馬体の良さに注目した BSW ブラッドストックのリズクローによって10万ドルで落札される。2017年9月にデビュー。デビュー当時はゲートが苦手であったため、少しでも長めの距離の競争が適しているというブラッドコックス長教師の見立てにより、ダート向きの決闘ながら芝の競争を使われてに連勝する。 初ダートとなった3戦目のブラックタイプ競争も解消するがゴールデンロッドットステークスでロードトゥビクトリーに首差で敗れ初の敗戦を喫する3歳初戦のレイチェル・アレクサンドラステークスを制し初重症制覇を果たすと続くアッシュランドステークスも5馬身半差で制して GI タイトルを手にした迎えたケンタッキー・オークスでは サンターニタオークスカチウマのミッドナイトビスに一番人気のザは譲ったものの先行作から早めに抜け出して復兵ワンダーガドーの追撃をハンバ審査を抑えて栄冠を手にした。その後、栄光オンステークスと CCA オークスを連勝して GI4 連勝を達成。しかし、ニューヨーク頻馬三冠達成がかかる。 アラバマステークスには向かわず、より賞金の高いコテリオンステークスに直行した。コテリオンステークスでは、前走でも勝利したミッドナイトビスーとの再戦となり、デッドヒートの結果、物思いがあるが、首差先着して1位入戦を果たす。しかし、直線で打ちをついたミッドナイトビスーの進路を妨害する場面があり、2着後着となって、連勝はストップした。 コバ初対戦のブリーダーズカップディスタフでも前年のエクリプス賞最優秀3歳牝馬を受賞したエーベルタズマンらを抑えて一番人気に押された。大外11番枠から2番手を追走し、4コーナー手前では楽な手応えで先頭に躍り出る。直線では後続を競り落とし、ゴール前で内から追い上げてきた2着ワウキャットに1番審査をつけて優勝し、牝馬チャンピオンの座に輝いた。 2019年は1年を通して、戦痛や足の故障に悩まされ、一度もレースに出走することができなかった。2020年5月16日、1年半ぶりのレースとなる一般戦を解消。7月11日には G2 ラフィアン S で久々の重傷勝利。続く9月4日の G1 ラトロワンヌエスも勝利し、2018年11月の ブリーダーズカップディスタッフ以来の G1 勝利を果たした。11月7日、G1 ブリーダーズカップディスタッフに出走。直線入り口で先頭に立つと、2着に1馬身3、4馬身差をつけて解消した。2018年に続き、同レース2勝目となった。ブリーダーズカップディスタッフを勝利した翌日11月8日、キーンランドで行われた。 繁殖品場セールの目玉として本場が出され、当セールにおける史上3番目の高額レコードとなる950万ドルで地元アメリカのスペンドスリフトファームに落札された。なお、2021年も現役を続行する予定。以下の内容は、イクイペースの情報に基づく。ありがとうございます。